はい、今週も始まりました、スマップグループオーバーストチャンネル。まずはね、まあ、この3人やっていきたいと思うんですけど、タイトルコールいきたいと思います。オーバーストのオーシャンズ30! この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、まあね、コメントでね、誰だろうって言われたんで、はい、まずはね、はい、自己紹介をしたいと思います。はい、オーパストのプロデューサー宮本だよ。あ、僕ですか。あ、どうぞ。はい、オーパストの春が楓です。よっ、もっと喋った方がいい。わーっわーって。はい、タイから来ましたオーパストのバロンです。お願いします。皆さんもうお気づきだとは思いますが、お、ますが、本日は成瀬が、お、いつも MC をしてくれてる成瀬二郎が、成瀬二郎が、なんと、なんと今日忘れていたと。そう、ほんと信じらんない、もう主人。今日、この日だってのをちょっと忘れてしまったらしく、ちょっと時間が間に合わないから、急遽ちょっと2人 MC で、そうです。で、ゲストに楓くんを招いて送りたいと思います。よろしくお願いします。30分お付き合いください。お願いします。じゃまずは、いきますか、まずは。まずはね。はい。それは、宮本武蔵の今日のお酒。あまず、ですね、諸事情がありまして、今僕、あまりお酒飲めない状況なんですけども、これだったらいけるのです。なんでしょう。映る？透明です。お、無糖クリアドラえもんチック。と、本日はバロンさんもご用意しております。ダダン。はい、我がタイの一番多分飲まれてるビールなんで、チーハビールです。みんな飲んどったかな。また切れるっていう。タイのビールですね、タイのメジャーな。そうチーハですね、はい、結構日本でも売ってますよね。そうですね、全然もう安くて美味しいんで、まあとりあえずね、あげて、じゃあ乾杯を、まずはリスナーの方と。そうですね、しましょう。久しぶりだな。ちょっと今日はね、ナルスがいないんですけど、この3人で精一杯お送りしますので、はい、よろしくお願いします。頑張ります。乾杯乾杯。急にだね。あ、飲みやすい。うまい。糖尿病じゃないんだよね、なんて言うんだっけ、ライザップ的な的な、こう、体を鍛えるやつに行ってて、糖質がちょっとダメなんですよ。なんで今、お店ではこれと、あと焼酎、水割りのみかな、飲んでます。ビールもシャンパンもワインも飲めなくなっちゃったんだよ。そうだからソムリエなのに。そうなんですよ。まあそれが終わったらちゃんと飲めるようになるんでね。一応3月半ばまで、そうはい、やろうと思ってて、結構ね、まだね、2週間3週間目ぐらいなんですけどね、かなりね、そう、胸板がついてきちゃってね、いい体になるじゃないですか。いやでもさ、今まあ画面で見てこういう感じじゃないですか。すべて終わったらさ、一回さ、脱いでよ。あ、ここで？ここで。あー、披露したね。一回脱ぐ、今。今？わかんない、比べるために。もうちょっと絞ってから、ちょっとこう、まあ、多分、不快に思う方もいるかもしれないですけど、ちゃんと軽装なんで、そこの準備は。はい、いい体になったら、ちょっと見てもらいたいなとは思いますね。いやー、いいですね。僕は出勤、19時からいます。じゃあ、なんか、バロン何時出勤なの？初回行くね、来て。全然で、楓で自己紹介もう一回したら、自己紹介こんな、うん、オーパスト歴どのぐらいでとか。ああ、そうだね。楓で初めてだね、初登場だね。初っすね。初登場なんで、楓でがちょっと、楓でちょっと自己紹介を詳しくね。オーパスト、一応オープニングからいさせてもらって、なかなかいるね。1月21日で26歳になりました。おお。で、告知していいですか。
2月8日、あの急遽バースでやることになったんで、見てください。2月8日 2月8日っす。8日、10日後っすね、約。そうなんだ。1週間ちょっと。やば、俺いないわ。いやいやいや、いないんすか。いますから、プロデューサー。そうです。俺いないわ。でバースデーね、よかったら会場の顔見に足を運んでくれて嬉しい。ぜひ来ていただけたら。あとね、ちょっとね、この最近のスマップグループで、さっきも言ったのかな、さっきのこの前の時間の日の当たる宮殿でも言ったかもしれないんですけど、はい、この度ですね、スマップグループが、J1、次のシーズンからかな、J1 で昇格したあの湘南ベルマーレっていうサッカーチーム、プロサッカーチームの、スポンサーに、なることができまして、オフシーズン、今ですね、オフシーズンの試合のユニフォームの左肩のここに、ここにスマッパグループって入れてもらえることになりました。おぉ、つけて、おぉ、ね、いいね、いいね、いいね、湘南ベルマーレ、いいね、いいね。僕も今日は湘南ベルマーレと福島ユナイテッド FC かな、の、練習試合を平塚の方まで見に行ってきまして、どうだったね、スポンサーだったんで VIP ルームで、見ることができるのと、あとその練習の試合の後に選手と交流ができる、はい、サッカーとかできるんですか。サッカーできることもできますし、はい、多分一緒に写真とか、できる写真撮れたりとか、俺行けばよかったらしくて、行ってで、ちょっと時間間に合わなくて、僕今日スウェットでちょっと応援したまんま、はい、ちょっと応援であれだったんですけど、いやいや、もうしょうがないですね。だからね、最近のうちの大きなニュースですかね。そうだね、まさかね、ホストクラブがさ、だからなかなかね、こうサッカーのチーム、まあプロ、なんていうの、スポーツチームか、のスポンサーにこうなれることってできないらしくて、こう夜の世界は。で、まあ、うちはちょっと多分歌舞伎町初なんじゃないですかね。初かな、ほぼ初だと思う、ほぼ初だと思うんですけど、そういうチームのこうスポンサーになってこうロゴを入れてもらえるっていうのです。なんで、もしサッカー興味がある方がいらっしゃいましたら、次ね、J1 でね、試合出るよね、はい、戦うんで、ベルマーレ応援してもらいたいなと思います。こっち向いちゃっていいですか。ああ、まあ、そのまま、すみません、宣伝ばっかり。あとですね、見えるかな、ダタン、もうちょい上で、うん、お、これね、あ、あ、ちょっといいね、いいね。そう、ニコニコ党会議2015っていうね、イベントが明日、幕張メッセで行われるんですけども、多分ニコニコ動画とか見てる方は結構知ってる方多いんじゃないですかね。年に1回だよね。そうだね、年に1回の結構大きなイベントで何万人も来るらしくて、そこに多分前にね、話したと思うんですけど、アプリのカードになった僕と、あとスマップハンサー・アクセル・フォン・フェルセンの、春代表とヤイバー副主任かな、が、明日そのイベントに、出演して、芸人さんたちとそのアプリを戦うと。へぇ、このアプリで。あとなんか、ちょっとチラッと台本見たら、その会場に来ている女の子をランダムに選んで、芸人さんとナンパ対決もするらしいんで。ランダムなの。ランダムらしいです。今日は会場に来てくださってるお客様から選んで、僕らホストと芸人さんたちでそのナンパ術を競う。ガチで言ってほしいわ。あります、ガチな口説きみたいな。時間帯は結構朝早いのかな。何時だろうね。明日の10時11時10時か11時ぐらいからやってるそうなんですけど、結構混むんですけど、早めに来てもらえれば結構早めに入れるかもしれないんで、ねえ、そも面白いと思うんで、ねえ、いいね。明日行く人いますかね、ちなみにこの今のリスナーさんの中で見てる方で、うん、面白いよ多分。入場料とかあるんですか。いくらだっけね。2000円ぐらいじゃない。1500円だったかな。1500円、うん。で、結構夕方までやるんだよね、そのイベントは。だから ゲームの祭りみたいな感じでしょ。基本ゲームだと思います。アプリだったりとか、ゲームもあるのかな、そのこの白猫とかも参加する。あ、なるほど。じゃ基本アプリのかな。で、いろんなブースがあって、僕らはサイバーエージェントのブースだよね、多分ね。アメーバの会社のアプリなんで、そのブースでやってるんで。芸人さんとかも、まあ言えないんでね、言っちゃいけないんだっけ。見てだけ、バッドボーイズさんが MC かな。あと、
あ、ネゴシックスさん、あとムーディーかって言絶対負けられないね。そう、負けたらやばいですよ。なんとかとは、そう、負けたらやばいですよ。負けたらやばいですよ。対決をさせてもらうんで、アプリでも、そのナンパでも、おナンパでもいいね、どっちもね、やっていきたいと思いますんで。あ、行くって、あ、来てくれますか、時間嬉しいです、ね、いける時間でも。売れない芸人 VS 売れてるホスト、売れない芸人 VS 売れてるホストっていう名目らしいです、ナンパのタイトルが。バッドボーイさん売れてるけどね。ねえ、ちょいちょい見ます。ムーディーさんは、ムーディーさんは最近ちょっと読み書き質問とか少なくてね、うん、なってしまいましたが、でも一回はすごかったよね。そうですね、右から左に流すだっけ。そうそう、受け流すね。受け流す、受け流して受けの人ですね。そうそうそう、うん、ヒカキンさんも、あ、ヒカキン、有名なね、YouTuber のヒカキンさんも、たまに俺がね、お酒出すときにね、プルルルプスってやってるヒカキンさんの。最近ね、無駄すぎ言いすぎてね、俺も見るよね、ちょっと。ヒカキンさんと、あと、まあ、はじめ社長とかっていう、なんか、はい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 、若い子なんですよ。すごい。今、有名ですからね。そう、もうなんか。パズドラとか、そうだね、いろんな。モンストとか、そのアプリで結構ね、YouTube で配信されてる方で。そう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 。俺はね、俺とかその出演者側は9時入りかな、確か午前9時入りで、だからね、今日寝て大きいのが4時ぐらいになったのね。あ、そっか、幕張だもんね。幕張までちょっと1時間ぐらいかかるんですかね。かかるね、うん、帰っては来てくれ、はい、ないね、ないすいません。ヒカキンさんね、出てもらいたいけどね。近所って何？どういう感じ？あえ？カネシとタケシに似てるってね。誰が？カエル？カエルが。カエルが？いや、それまた。いやもう。ありがとうございます、本当に。どうなんだろうね。まあ、かっこいいんじゃない？カエルって、うん。かっこいいと思う。うん。近所を変えてな、あ、金城な。どうしても近所になってるね。あの、俺さ、野球の近所さん、あ、野球の近所さんのやっぱりイメージが、近所を変えるって。明日何で行くんだろうね。みんな前乗りするんだっけ。前乗りする人もいれば、僕とかはその車で行っちゃいますけど。あ、自分で運転してるの。運転、いや、成瀬とかも、今日いないんですけど、成瀬が一緒に来てくれるんで、あ、成瀬で運転してもらおうかなって。そうだね、成瀬っていう、今日いないしね。罰ゲームとして、今日がいない、罰としては運転してもらえる。バスと一緒に。ああ、そうですね。じゃあ、ちょっと言われちゃったんで、すみません。僕ばっか喋ってもしょうがないです。いやいやいや。とりあえず、一旦 CM どうぞ。一旦 CM どうぞ。レイ、スカサ、タクミ、アサヒ、アヤト、ミヤビ、カイト、松岡、ジャーン、オーバー。今年は俺の年だな。はい、はい、みんな身長高いのって。あ、僕らですか。僕らのこと。多分そう。僕ちっちゃいですよ。73しかないです。もう変わんないです。僕も階段が一番でかいんじゃない。178ぐらい。あ、そうなの。俺もっとあるかも。結構ね、階段大きいね。うん、ダルスさん、ヒカルさんと同じぐらいですね。ああ、そうなんだ。甘い言葉ね。甘い、あるよ。今日はある、今日はある。今日はしっかり考えてきました、昨日から。昨日の夜から。そうだね。なんでこれ選んだかっていうと、すげえ突然だけど、はい、最近タイの友達から電話かかってきたの、はいはいはい、急に知らない番号からかかってきて、その国際電話だとなんか変な06なんとかってつくの、はい、なんだろうと思って出たら、お幼なじみで覚えてるって言われて、声どうです、覚えてるよってなって、はい、お前いつ帰ってくるのタイって言われて、はいはい、いや、帰らねえしと思って、それから遊びにおいでって言われて、なんか、その、久々にタイ語喋ったのね。ああ、そっかそっか、話はね。そう、はいはい、で、あ、僕タイ人なんですけど、
で、タイの友達からしたら、すんげえ意味わかんないこと言われてるって。もう、通じないんだって。あ、バロンさん、こっち日本語に慣れすぎて。慣れすぎて。タイ語がわからない。だから向こうが、今何やってんの？ね、とか言っちゃうの俺。日本語で、返しそうになっちゃうから、もう、会話なんないから、切られたすぐ。すぐ切られた。その流れで、タイを思い出して、あっちが師範しよう。そうそうそう、そうだけだと。もう一つありますよね、ビールね。有名なやつ。タイガー？チャン。チャン、チャン、チャン。チャン、マジあるの？チャン。もう一個ありますよね、種類ね、メジャーなやつ。いや、チャンは有名じゃないですよね、多分。有名だよ、チャン。この話やめましょう。いや、本当だから。このすいません。美味しいもんな。シアはね、飲みやすいですね、うん、これめっちゃ飲みやすいですよ、うん、ちょっと淡麗に似てんじゃないですかね、感覚的には淡麗薄くないですか、ちょっと薄いですよ、めちゃくちゃ薄い甘い淡麗みたいな感じ。ああ、そうか安いしね安い何もね200ちょいぐらいチャンってチャンごめんなさい、ね、ほつれ狼バロンの甘い一言をすごいすごいすごいもう最後すぎるんですよ、早い早い早いもうちょいねもうちょいね、うんで、今日7センチいないから来週7センチで遊びます。そうね、あ、次回はあ、次出るとき7センチがちょっとたまにはこう、ナルセも結構見てくれてる方のこう応援してくれた方が多いです。あ、そうそうそう、ナルセピンでやる回とか、あ、いいね面白いと思いますよ。すげえ喋るそう、あの人ね、みんなナルセピンの回とか多分見たいよね。うん、すっげえいじっていいからそれひたすら俺もコメントしちゃうからこちらで見ててね、見てて自郎いじりがすごいだろうな。自郎いじりけどね、すごいね、364番さん364番4番さんの絵が絵文字みたいな見えない見えない見えないって言うの拾おうと思ったら見えないだろ俺のピンとかいいんじゃない、見なくて多分酔っ払ってやって多分とんでもない発言してるから多分ね、ギリギリになっちゃうからね。うちらね、酔ったも楽しいんだよね、絶対。それありますね。前も言ったじゃん。なんかだから僕、この7時半からやらせてもらったじゃないですか、うんうん、まるまるこう、僕らこの感じで、はい、深夜2時ぐらいから始めたら一番面白いじゃないですか、ね、多分、酔っ払ってテンションで酔っ払ってるし、イベント後とかにもしやらせてもらえるんだれば多分ね、ひどいことないと思うよ。ひどいですね、全部バレますね全部バレる。いろいろ、いろいろ大人かっこいい、あ、大人かっこいいんですけど、なんか大人多分ね、いろいろね。でも前さ、一回さ、酔っ払ってやったじゃん。だってあの時俺なんか売り上げ、なんか、ね、月収とか言ってたもん、ね、もうわけわかんない営業前なのに月収とか言っちゃうからさ、もう営業後なんてもうあの日の営業はね、死ぬほど辛かったよ飲みすぎて途中から覚えたかった、ね、そうね。最低26歳ですよ、うん、あ、26歳です書いてあるんで。そうね、最近またね、オーパスにもね、新しいメンバーが入ってくれて、そうですね、経験者のね、2人が入ってくれたんですけど、結構頑張ってくれてるんでね、こう、いずれはこのニコ生にも出てもらえたらなと。多分今まで行ったお店ではニコ生やってなかったんじゃないか。やってないと思う。ナイトチューブか。ああ、そうだね。ナイトチューブをね。やってないし、はい、うん、やってなかったんじゃないか。いいんじゃない、でも。すごい、顔的に俺っぽい感じです。東南アジア系。そうね、そうね。東南アジア系。ベトナムっぽいんじゃない。そうだ、タイでベトナムってずっと言ってね、店に。日本人ですよね。日本人、日本人です。すごい顔はっきりしてるんで。顔はちょっと楽しみにね、してもらって。そうね。イケメン、すごいイケメンですよ。仕事もできるし。大人だしね。めっちゃ大人。これダメですよ。29。本当、大人かっこいい感じ。うん、電話鳴ってるよね、今ね。俺の弟がね、電話鳴らしてる。ちょ、LINE 電話って。LINE 電話鳴ってた。ほら、カエデも売ろうなんて。おぉ、はい、そうだね、間違いない、カエデも売ろうなんてあの、内部事情知ってる人ですね。いいですね、うん、悪意あるよな体を売ろう、バカ野郎、ね、そうだね、うん、そうね、カエデも売ろうって面白いな。最近なんすかね、最近あった面白い話したいんですけど、なんだろうね、最近あった面白い、あ、そうじゃ、そうなんですね、そんな感じだよ、ニコ生でしかこう、あ、ダイエットチューブでしかこう話せないこと、話せないことはね、普段接客ではあんまり言えないような。最近布団変えたんですよ、僕面白い話ですか、それ布団変えたんですか布団変えたんですよ、なんか2015年
新年だったんで、あ、キムチと一緒に着替えて、新しい、あと靴も買いましたね、はい、それだけです。特にあと、あのここ剃りました。すいません。なるほど、すいません。いや、いいと思います。楓さんは何かありますか、最近ですか。最近面白かったこと、まあ変わったことでも。どこでも言えるじゃん。最近面白かったのは、久しぶりに記憶飛ばしましたね、あの店で。誕生日の日に。あー、おー、はい、もう俺休んだね、その日ね。そうですね。いや、そうじゃないですか。いましたよ。いや、いなかった、いなかった。いなかった。普通に休んだ。そう、飲みすぎたって話を聞いたもん。で、あったじゃん、俺。はい、バロさんにも会いました。あの、はい、その店終わってから、はい、会ったんですよ、彼とバーで、はい、もう会うたびに家がばっか飲まされて、俺ベロになっちゃって、そっから営業後に、あ、もうそれだけです。それジェイドね。ジェイドね。ずっとジェイド。あの、最近系列なんじゃないかって噂。そうそうね。もしリスナーさんもね、飲みたい方いらっしゃるら、ジェイドはおすすめですよ。うちのグループではない話ですね。ミサさん、格闘技っぽい、格闘家っぽい、格闘家っぽい。あ、そうだから、なんかね、色黒くなったって言われるんですよ。焼いてんの。いや、今日多分焼け、今日焼けたのよ、日差しで。一日でなんだっけ、あのメラニン色素がね、豊富にあるみたいな。めっちゃ多いのよ。強いよね。一回イサロ行ったら2ヶ月ぐらいずっと黒いのよ。あ、もうそのまま。俺も一緒。タイ人なんじゃない、あなた。え、バロンさんは地元ですよね。日本人ですよ。日本人だ。まあ、体多分ごつくなったんだね、俺。ここがね、なんかごつくなった。でもそのうち、綺麗になってくるんでしょ。多分、綺麗になってくる。綺麗になってくる。だから僕が教えてもらってるこうトレーナーさんが、もともとホストの方なんですよ。26歳でイケメンで。今は26歳。今26歳で、はい、もうホストやってなくて、もともと歌舞伎町3年ぐらいやってたんですよ。すげえ。で、体めっちゃマッチョで、マッチョっていうかな、はい、マッチョ、格闘家っぽくて、でなんでホストやめちゃったんですかって話をしたら、うん、そのまあお客様とできてしまって、まあ夢がある話だよね。夢がある、いいと思いますよ、全然。上がってと、夜の世界上がって、うん、で、そのトレーナーの仕事 にやって、で、結婚されて、今別居中という別居中になっちゃったんです。夢からだ。だから俺、分かんないけど、俺ね、武蔵くんつって、うん、キャバ嬢と結婚するもんじゃないよって言われて、しかもさ、年がある。あと俺こんなことやりながら、はいはいとか言って、キャバ嬢とみたいな。年下の方だよね。年下の、でもね、すごいド S なんで、僕ド M じゃないですか。あー、もうグイグイくるんだね。そうなんですよ。ウケるぞ。あ、もうまあ余談なんですけど、写真も撮ったりするんで、うん、もし時間があってこういう方ですよって。ああ、そうだね、今度はあのもうダメだね、言っちゃったからね。勉強してくださいよ。言っちゃったから、まあ、まあ、出さないようにしますから。まあまあ出さないで、あのもしね、また戻ってきたら、あ、そうですね、帰ってきましたから報告を。そうですね、してくれれば。何の話じゃない。結構そこね、見る商売の方多いらしくて、お酒 OK なとこなんで。ああ、そうか、そうか。こういう女の人も男の人も、だから僕らの同業の方も結構入ってるらしいです。結構すごい人気なところなんですね。人気でいいと思います。うん、はい。最近さ、面白いことないって話したけどさ、そういえばうちらダンス始めたじゃん、また。ああ、そうですね。あの、これです。え？またあの、ダンスを今、僕すごい下手なんですけど、また一緒にあのやってるんですけど、すごい難しいですね。あのね、これ年間表彰式の話しんの。どうぞ。2月の後半にね、うちのグループで年間表彰式っていう1年間のこう MVP だったりとかを決める、まあまあ、はい、イベントを毎年やるんですけど、はい、そこでこう各店舗が出し物をするんですけど、オーパスとは毎年ダンスをやらせてもらってて、で、あの今回はこの今流させてもらってるエグザイです。あ、違う、3代目です。3代目です、あの流星をラッスン5人以来はやんないです。ダンスこれよ。ダンスではないですよね。あれ2人だしね。そう、ここだから7人で。いやーもう必死です。ヒカルさんはね、ちなみにヒカルさんは口パクのボーカルです。あの踊れないんでね。てか言っちゃダメじゃんそれ。あ、そっかそっか。あ、だからてかバレるか。流す。まあバレる、うん。まあいつかその映像もこう。そうですね。流せたら嬉しいですね。あのちょっとでも流せれば。はい。
コサックダンスじゃないですよ、うん、3代目テイソルブラザーズさんです。そう、ランニングマンとかね、しっかりやるんで、で、先生もちゃんとあのお願いして、先生に教えてもらってやるんで、結構ガチでガチやってますね。ガチすぎて辛い。成瀬ちゃん怖いです。成瀬ちゃん厳しいんでね、すごく。いやもうね、なんだかんだね。ベニスも来るのっていうのは、これは何のやつですかね。年間の年間ですかね。もちろんベニスも4店舗でやりますよ。明日じゃなくて、明日のことじゃなくて、明日なんですか。ニコ東海議のことかな。じゃないじゃない。ただ単にあのジムのトレーナーさんは来ないですけど、うん、来ないですね、ジムは来ない。明日はね、ちょっとフェルセンとうちだけです、ね、そうです、はい、やるのね。トレーナーね、来ないね。ジムのトレーナーが年間表彰来たら面白いじゃん。おかしいしね、うん、ここにいたらおかしいですよ。ここにいたらおかしいね、うん、もうホスト上がっちゃってる方だもんね、まあ、そうそうそう、うん、いろいろあるんで、今のね。T6 結構期待されてますよね。あ、そうなんだ。期待されてんだね。T6 ね、あれかもね。いや、でもすぐできるじゃん。うん、まあ、いや、T-Mac さえ、あの、用意してもらえば。T-Mac では、いつも彼、あの、履いてるんで、彼らは。だから、全然。いつでも脱げる。いつもでも脱ぎます。あー、サムさんね。サムさん、サムさんのプロデュースでダンスやってる。あの元アムロの旦那さん、TRF じゃないですか。結構ハードらしいですよ。あのね、売れたんだもんね、はい、そうそうそう、ね、イージーチューダンスもね。あー、あのディープリアのやつ、はいはい、あれで痩せた方結構来ますよ。俺やってみようかな。うん、うん、ダンスないからな。TX の説明してもいいんじゃないですか。楓さんから説明してもいいんじゃないですか。 TX の説明僕がするんですか。はい、もうあの、もともとはカイトとリョーマのユニットですよね。はい、からのカイトを引退して一分前じゃん、リョーマと一分前ですよ、まあ、とりあえずティーバックで面白いことをやる集団。そう、6人でやります。はい、そうなんだね。これ結構ね、このイベントの、ね、目玉だったりとかするんですよね。こう面白いから、だからこの T6 もし見たい方がいらっしゃったら、あのうちのイベントに、そうですね、クリスマスとか周年とかもし、ね、はい、来てくださったら見れることがあるかもしれないね。間違いない、かなり盛り上がる。ちょっとサパーっぽいよね、ノリはね。確かにサパーですね。はい、ショーっぽい。カイト with T6 ってフルネーム知ってるんですね。ちょっと30秒前なんでね、ちょっと宣伝的にさせてもらいます。あ、そうですね。はい、オーパスとはまだまだ従業員募集しております。もしオーパスに興味持ってくださる方がいたら、僕の LINE ID に LINE ください。お願いします。あと来月の8日は、カイデの誕生日なんで、みんな来てくださいね。で、カエデを、ね、送りにしたら、送りじゃない、リクエストしたらサービスをさせていただきたいと思います。ありがとうございます。それではね、時間ないですけど、言いましょう。甘いの、あと5秒で。また今夜。あ、甘いことも忘れてた。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイト2、総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら、パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェックイット。